無比の大切さがね、目にしみる、うん、つまり海外にね、必ず持っていきます。無比、これね、無比ちゃうけどね、これね、虫刺さる、無比より安いやつでもね、ほんとね、海外の蚊はね、あの日本の蚊もまあまあ強いけど、もっと強いような気がしてしゃあないね。ほんと蚊だけはね、ほんと大変。デング熱とかね、マラリアとか、もうほんと蚊がね、一番人を殺してるってすごいね、うん、なので蚊には、蚊対策はもう抜群にいつもしていってます。ほんと、まあまあ、よくあのこれスプレータイプのやつ、うん、これ便利、ほんとシュッシュッシュッとするだけで、まあまあ入っていいするだけ、本当もう宿に着いたらシュ、レストランでもシュしといたらもう糖分化合変しね、うん、あとはもうこれ、ね、どこでもベープ、これぶら下げとったらあんまこれ消えないけどな、うん、でもないよりマシっていう感じよね、うん、本当にあの虫には十分気をつけてほしいですね。これ特に蚊ね、あの無比はもう最強やからね、うん、なぜ、無比が無比っていう名前になったのかっていうのがですね、これはね、比べるものがないほど優れた効き目っていうらしいですね。よくあるのが、唯一無比とかね、天下無比とかの無比がね、いやー、壮大な名前やね。